バニラスカイ。女の子はいつでもヒロインになれるな。ハッピーです。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんばんは。鹿児島県より世界中に音時間を発信していますシンガーソングライターマーマーのヨコです。今夜のバニラスカイ、2月1日ということで、暦の上ではね、一月2020年も肝心なところで感じよう。2024年も一月経ちまして、でね、旧暦って言ったら正しいんですかね。2月4日から今度はね、またこう新しい年が始まるというね、まあ、見方もありますし、でまあ2月3日はね、節分がありまして、でも私がですね、鹿児島のフレンズ FM でラジオパーソナリティとしてお世話になっております西福寺の、まあ、厄払い星祭りも今日からスタートしておりまして、まあ、今日から4日間なんですけれどもね、陽子なんと今日は唐揚げとそして歌でおもてなしをしてきたんですけれども、まあ、今日も今日でね、めちゃくちゃいい気づきや発見が、陽子哲学が今日もまた生まれましたので、後ほどご紹介というか聞いていただけたらと、お聞きいただきたいと思います。ではでは早速1曲目ちょっとお届けしたい曲がございます。今日はですね、本当いろんな方に感謝だなと思ってね、歌い続けていく中で、自分が今この地球上にこの形でいることの奇跡もそうだし、皆さんと一緒に本当同じ時をね、重ねられているっていうのは本当にかけがえないな、感謝だなと思ってですね、まあ、とにかくその気持ちが強くて、今日1曲目にお届けしたい曲は、陽子でキス&ハグなんですけれども、みんなね、この時のレコーディングの形は高校生になってしまいましたけれどもね、また新たな出発のために頑張ってるかなとか思ってね、とにかく私はいつまでもみんなの応援団です。ではお聞きください。陽子と永田中学校音楽部でキス&ハグ。どこを切り取っても好きがいっぱい、君との毎日を綴る僕のカレンダー。些細なことで喧嘩をするよりもニヤニヤしちゃうよ、このまま時間が止まればいいのに。君を思うたびに涙が溢れてくる、いつの間にか泣き虫な僕たちは強くなるように抱きしめ合うんだ。この広い空の下に愛を伝えたい君がいる、いつでも心は抱きしめ合っているから、ちっぽけな自分を奮い立たせる愛、言葉は聞いただきました。曲は陽子でキス&ハグでした。実はね、うちの長女シノンが高校1年生なのに、いつもね、あのうちの娘年少さんでとかね、年長さんでって、もういつまで子供扱いをしてるんでしょうね。あのとっさな時の口の動きがね、もうほんとね、あの自立してほしいからと思って、ずっとまあ厳しい母親では来たんですけれども、次女もね叱れるかなと思ってたけど、まあとっさな時にね叱るんですよね、ちゃんとね、こらーってね。そしたらあまりにも可愛いもんだから、主人も
シノンもプフって笑うわけ。叱られて当たり前なことをするとさ、やっぱり大人はさ、かわいそうにまた叱られて、そうすれば叱られるのよみたいなさ、まあ、おじいちゃんおばあちゃんがよくね、あの特に今のおじいちゃんってさ、もう甘いでしょうなんかよく見受けられますけどね。まあそんな雰囲気をうちの主人と娘はね、醸し出しながら、次女がね叱られるとね、あーっていう感じで笑っちゃうから、笑ったらねその子のためにならないよと、もう二人まで怒られるというか叱られる私から。でね、最近は、赤ちゃんののんちゃんがね、こらって私に言われて、何か悪いって思うからかな、目を閉じるんですよ。瞑想に入るんです。泣こうかな、泣かないかなみたいな感じでね。そうした時にもう主人と娘はまたね爆笑しようとするのを、笑ってるのをこらえるみたいなことがありますけど、ね、でね、まあ何が言いたいかというと、まあ、そんな感じで、まあ、人ってさ、誰かのことを思うと自分がこうしたいっていうのも、まあ、我慢しないといけないことっていうのはいろんな立場であるじゃないですか。まあ日常のささいなことでもね、家族間でもありますしね、まあ会社組織だったらもっとそうでしょうね。でまあ、この間もお伝えしたかもしれませんが、うちは音楽屋さんなので、最低でも月に1回は家族3人なんですけど、まあのんちゃんももちろんいますんで4人でねミーティングをします。仕事はこの動きですっても細かくも共有をして、なん でこの時高校だから、この人はもう確実にこの動きでお願いしますみたいな。ただ、家庭としては人は足りないのでこっちはこの動きでみたいなね。まあ本当ね、いいチームワークだなと思ってるんです。ただね、まあ気がつけば、まあ、61、36、16、1歳の家族構成も、医師が今月20日でなんと62、おめでとう。そして私は4月なんですけれども、ただそこじゃなくてね、まあ厄払い、前置き長くなりました、厄払いが今日から西福寺さんの方で行われてっていう話をね最初にお伝えしましたけれども、よくよく表を見ると長女が前役なんですよ。えっと思って、イノシシ年だから、えもうそんな年って思って、で私の大好きないとこの女の子が、まあ、翻訳で、私より5つ下だからね、で私が私の年の後役なの。なんかね嬉しくって、まあ、私は妹がいないからすごくね、そのいとこがね妹分でね、もう可愛くてね仕方ないんですけれども、まあ美人なのよ。まあまあその話はねまた今度かな、なんだけど、まあなんかこの表の上で厄払いって聞くとさ、みんなあ悪いことが起きるかもとかね、あこれのせいだっていう、なんかこう八つ当たり先だなって私は思っちゃうんだけど、厄年だからこんな悪いことがあったとか言う人もほとんどでしょ。特にね今の方はあんまり気にされない方も多いかもしれないけれども、やっぱり先輩方ってさ、厄年の時にはもう気をつけなさいって、男性だったら40歳の時がとかさ、まあよく聞きよったって今言おうとしたら聞いてきた言葉なんですけれどもね。ただね私的には、あこういう考え方確かに大事だなって思ってから、厄年を本当にね気にしなくなりました、いい意味でね。なのでまあそこはちょっと次の曲の後にお話できたらなと思います。まあこんな風にね、みんなが年齢を重ねていって家族としても、そして社会的にも役割分担ができてくるっていうのはね、人間に生まれたからこそのね醍醐味であって、これをねやっぱりリスペクトし合ってね、認め合って幸せでいるっていうのはもうほんとねめちゃくちゃ大事だなって、自分もそういう人でありたいし、やっぱり、まあ、身近なね家族から子供たちからそういう、もうほんとね誰かを大事に思う、その思いやりのやり方はね、本当の意味で誠実であったり相手のためになるような形でね、そして何よりも自己肯定感とは自分を大事にする力、これだけはねもっともっと、うん、備えてほしいなと。本当に自分が一番大事だからこそ、自分が幸せだからこそ相手を幸せにできるっていう最強のねルーティーンをね
とにかく、まあ、石井も陽子もですが、娘たちには特にね知ってほしいなと。ではでは、今日もこの曲を流せば多分みんながウォーウォー言ってくれると思うので、自分たちの応援歌というか、今日も頑張るぞおーといううちの合言葉でも大事なおーなのでね、皆さんと一緒に盛り上がりたいなと思って、陽子でライフお聴きください。聴きいただきました曲は陽子でライフでした。なんかさ、いろいろ思うところにね、やっぱりみんなアニバーサリーがあって、で、まあ、その記念日ごとにさ、誰かのお誕生日だけじゃなくてね、例えば、まあ、しぶしだったらお釈迦様のお釈迦祭りがありますし、まあ、盆踊りがみんなね、なんとか祭りとか、まあ、いろいろこう各地区によってもありますしね。
だから家庭だけじゃなくてこう地域や社会でアニバーサリーとかイベントフェスティバルですねがあるっていうのもまた素敵なことだなってちょっとね思うんですよね。で私が何が言いたいかというと、まあいろんなことをはしょってね、1月2月3月あんなに暇でどうしようと言っていたのに、ポツポツと、いやだいぶ何かかしら週末イベントが入っている、誰かの役に立っている、そんなね今の音時間が過ごせることに本当感謝でありがたいんですね。で何よりも誰かが誰かを思うというそのアニバーサリーであったりフェスティバルであったりっていうのがね、本当ね私の周り多分全国的にもね、まあ、世界中にもねまた増えてるんじゃないかなと思います。それはコロナ禍のね影響もあると思うんですよね。いいこともあったり悪いこと、まあ良くないこともたくさんあると思うんですけれども、本当ね今この時間が大事なんだっていうこと、そして楽しむと日本人ってどこかがさこういや謙虚さがないとか楽しむのって良くないじゃんとかさ、だからそういう否定的な感じが強かったかもしれないけど、さっきも言いましたけれどもね、本当自分が幸せじゃないと他の人も幸せにできないし、むしろ一緒にいる人も幸せじゃないじゃんっていうシンプルな形がね本当証明されているようなねこの社会の動きなのかなと思うと、本当ピースフルだなと思ってね、感謝だなと思うんですよね。でまあ先ほど厄払いの話をしましたけれども、まあ合戦関数、西福寺の合戦関数がおっしゃるにはね、厄払いというのはまあよくほらみんな厄って聞くともう嫌だってマイナスのイメージを抱くけれども、いつもより気をつける、そして何かこう起きた時にあこれで済んでよかったなって思うような対策がまあ取れる、まあある意味こう心構えになるタイミングであったりとか、でもそれってまあその厄年っていうタイミングでそういう認識を自分が覚えるとね、まあ修行みたいなもんですよね自分自身のね。そうするとあここで済んでよかった、じゃあ自分のことだったり他の方のことだったりね、うん、何かまあ起きた時のまたこう何も経験がないよりも、まあ、対応力であったりとか、まあ私なんかはどん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 打たれ強いんだけど、打たれ強くていいのかなって思って打たれ強く寂しくなってきたな、打たれ強くなっていいのかなと思って打たれ強くなっている自分がいますが、できればね何かのせいにしたんじゃなくて、まあこういう風にしていけばまあ、こうなってしまったんだよねとか、まあ、こういうことも起こりうるよねって、まあ、しょうがないか、じゃあここで住んでよかったなとか、この人がここまで傷つけなくてね、傷つかなくて傷つけなくてよかったねとかね、まあ、そういうふうに思ったりすることもあったりとかね、とにかくまあ自分の持ちようがね、厄年だから気をつけようはいいんだけれども、厄年だから悪いことが起きるっていうもう認識になった瞬間もう全てがマイナスになってしまう。だけど、自分がね、まあ、ここで住んでよかったっていう風に一つ認識が変わるだけでね、これから先の全てにおいて、あ本当あここで住んでありがとう、あこのはずだったのにこういう風になって、でも結果良くなったよね、あありがとうとかね、まあ、自分がこう、まあ、モチベーションがね、まあ、低い時だっても高くなってしまうとかね、マイナスに引っ張られそうな雰囲気でも自分で自分をプラスにしか持っていけない、ハッピーサイクル突入みたいなね、そんな感じになっていくっていうのがね、まあ厄払いがある意味与えてくれるチャンスなのかなと私は、まあ、いろんなね経験とそして合戦関数のお話のもとそういう風に捉えております。綺麗事だと思われる方もいると思いますよ、そう言いたい気持ちもわからなくはないんですけれども、でも本当に幸せのさじ加減とかね、もう自分で自分の機嫌を取るのも元自分だし、本当何が好きなのか何を大事にしたいのかとかね、うん、もう自分のことが大事に、とにかくまあ自分が幸せである環境や人間関係、もう自分の心の持ちを全て自分自身ですからね、まあ、何もかも否定的じゃなくて、とにかく好きなものは好きでいいんだとかね、あこれ食べて美味しかった、この人と一緒にいれて嬉しいなとか、
にかくも皆さんがね、日常が平和であったらなと横は思います。では今夜は最後に宝山ホールコンサートバージョンの陽子でスウィーティーお聴きください。愛したがずっとずっと I will love you forever and ever。こんなに愛するって知らなかったの。いつもそばにあなたがいて、どんな時を包んでくれるその腕の中も全部あたしだけのもの。苦しいくらいあなたのリズムに負けそう。バニラスカイは皆さんのメッセージやリクエスト大募集しています。宛先は797@fmギノワン.com 797@fmギノワン.com バニラスカイ宛てにお願いいたします。陽子3月16日土曜日夜6時30分会場、19時夜7時ねスタートのディナーショー開催となっております。イエイ。もう一面でございますよ。陽子メンバー大集結でバンドスタイルで皆様をお時間おもてなしいたします。司会は辻恵子さん、ギター石井、ドラム杉野俊之、キーボード北園真由美、ベース服部湊。子供たちはあいにく大人な時間のため出演は不可でございますけれども、当日応援メッセージプレゼントを大募集とか言ってると本当にね、私のことないがしろにされそうなんでね、陽子のことも3月16日は相手してください。お願いいたします。まあとにかくね、私はそのディナーショーにどうやったらおもてなしできるかって言って、結構全身全霊でね、全身全霊で、はい、おもてなしするたびにもう音時間のね、陽子の愛情かけてますんで、ぜひ沖縄からもまだまだお席ご準備できますのでお越しください。ちなみに会費は25,000円と何度も大人な金額となっておりますが、そのまま絶対させません。皆さんのご褒美やアニバーサリーにいかがでしょうか。この後はひふみずバーです。今夜もひふみさんよろしくお願いいたします。まあ何はともあれ毎日がね、私は冒険で、それが本当ワクワクしてて、今日はね西福寺さんで
西福寺公認のストリートライブシンガーとしてね、皆様をおもてなししていたんですけれども、めちゃくちゃ雨が強くて、テントの中で聞こえるか聞こえないか分かんないけど、一生懸命ね、まあ唐揚げの販売と隣の米粉チュロスエッジさんのね、あの販売のアナウンスをしながら一生懸命歌ってたんですけれども、やっぱりね、自分がね、戦っている自分が好きっていうのが幸せだなと思って、で私の最大の幸せはやっぱり家族4人で一緒にいることですね。なので皆さんもこれからの1週間もね、最大限の幸せに包まれて平和にハッピーに過ごしてください。お願いいたします。ではでは来週まで、せーの、バイバイハッピー。